とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、妖怪学園 Y、ワイワイ学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、ラント君で、ラスボスのタイムアタックをやっていきます。使うのはね、ミストシャドウを使っていくよ。装備は、こんな感じで、ダークブーメランを3つと、シャドウサイクロン。を入れてます。まあ、火力はないのよ。全然火力ない。なので、シャドウサイクロンで全捨てダウンをして、ダークブーメランで攻撃。まあ、いいところって言うと、範囲が広いのと、次使える使用時間ね、が短いっていうところだね。リキャスト短いっていうのはなかなかいいかもしんない。まあ、ただダメージはそんなに取れないね。はい。では、ラント君で、行ってみよう。どれぐらいでいけるだろう。まあ、そうね。7分台出せれば上出来じゃない？うん、それぐらい出せれば多分上出来。さあ。よし。まあ、攻撃力を維持しつつ、敵の全捨てをダウンさせて、もう遠目からガンガン撃っていった方がいいか。うん。よいしょー。ダメージ食らっちゃダメ。ダメージはダメだ。そんなに硬いキャラクターじゃないからね。硬くないから、ダメージは基本もらわないようにしよう。あ、再使用時間短めって言っても、そうでもないなぁ。もっと短いのはあるけど、まあまあ短い方ではあるよ。長いのほんとむちゃくちゃ長いからね。よし、あ、シャドウサイクロンはちょっと長めか。でも OKOK 大丈夫、それぐらい。ちょっと回復は後に取っておこう。ちょっと攻撃力は低めだけど、いけるね。行こう行こう。よっしゃ、いい感じで。サイクロンからのブーメラン。25,000っていうのがやっぱちょっと低めだけども、まあ仕方ないね。仕方ない仕方ない。動きは早いよ。むちゃくちゃ動き早いから使いやすい、使いやすい。でこの全捨てダウンがパーティーでいいんだわな。結構輝く。よっしゃ、 OK。あ、ステータスダウンせずとも、うん、打っていこう。そっちの方がダメージ取れるやん。全捨てをダウンさせて必殺技で、その次はブーメランの方が先に溜まるから、ブーメランだけを打っていくと、そういう感じでいこう。うん、結構範囲が広いっていうのもいいね。あ、やばやば、必殺じゃないや、変身やっぱ解けたね。変身解けたか。まあまあいいか、大丈夫だな。まあレーザーを撃ってきてくれれば、抹殺光線か、あれ撃ってくれば一発で回復するから。どうだ、 OK、 ナイス。よっしゃ、 OKオッケー、はい、変身、即変身で、ステータスも完璧だね。よっしゃ、行くぞ行くぞ行くぞ。よっしゃ、ナイスコズミクラッシュ。うん、やっぱダークブーメランで、あ、でも悪くないダメージ出る。おお、2万出れば上出来じゃない？普通のキャラにしては上出来、上出来。あー、音が聞こえにくい。ただ防御力は低いから要注意ね。防御力低めは要注意。危ねえ。ちょっと一回飛び込んどくか。あら、よし。あー、やばい、切れる切れる切れる。
オッケーオッケー、維持した。じゃあ、歩いるんだけども、まあ一応行っとくか。溜まったらすぐ打つ感じがいいね。チャンスは取れないね。チャンスは取れません。おい。ああ、ステータス維持のために。ここには飛び込んでいかなきゃいけない。おっと、いいよ。ステータスアップがそこで出てきてくれたのは。喜ばしい。よし。サイクロンも溜まった。そろそろ打っていきたい。よし。いいね。攻撃力もアップして。いけ。あいやー。クリティカル出ないとなんかしょぼいな。こんなもんか。これはちょっと時間かかりそう。思ったほどいけないな。思った感じにはいけない。まあまあ全キャラで結構攻撃力のないキャラクターだからね、ミストシャドウは。もう一体の方は全然攻撃力もあるんだけど、厳しいな。厳しい。ようやく半分か。ようやく半分。いや半分もまだ減らしてない。うん。よっしゃ、ブーメラン溜まった。ブーメランは打っていこう。はい。いや、今半分だね。今半分か。やっとだ。新しいキャラクターはちょっとね楽しみだよね。あのアップデートから出てくるミストシャドウゾディアとか、あれはなんか強いっぽい。よし、アニメでもそろそろあれ出てくるんじゃない。多分処刑されようかどうかっていう時にあれに変身しそうな気がするんだけどな。まあわかんない。よし、そろそろ敵が本気になってくるかな。よっしゃ、あ、ちょっと HP もちょっと気をつけとこう。溜まってくれ必殺技。必殺技溜まってくれ。リキャストがさ半分ぐらいになる装備品かなんかあればな嬉しいんだけど、さすがにそれはないか。やば。よし、これ本気。いや、だけどもちょっと、あ、これがちょっと待って、一緒に来ると絶対無理なんだって。やっぱ、オッケー。いけ。オッケー。いけ。おい、食らうんかい。ああ。ちょっと待っとこう。いや、これどうしても避けれない時とかあるからね。立ち上がりに重ねられたりとか。そういう事故もあるから。HP はある程度高めを維持してた方がいいんだよね。ああ、やめとこう。うそ。あっぶねー。うわ、いや重ねるな重ねるな。必殺技を重ねてくるな。よし、よっしゃ、2回したあと5回。はい、アルマゲドゥーン、ここで来る。まあいいや、ちょっと攻撃力が足らないけども、いいや、もう打ってけ。あと2回ぐらい必殺技溜まれば倒せるかな。多分あと2回ぐらい。よしよしよし、いい感じ。やばいやばいやばい。よし、よし、あ、やばやべえやべえやべえ
完全ヤバ。おいおい重ねないで。よっしゃなんかギリギリの戦いになってきた。最後の最後、よっしゃ、前世ダウンからのいけ、ダメだ、減らしきれない。よし、あと1回必殺技がたまれば終わりだね。あー、これはまずいまずい。攻撃力も維持したいんだよ、ウェーブで。あ、ダメだ、ちょっと下がった。あ、いいや、もういけ、いける、よし、あと1回。遅いね、おそらく結構遅いけども、まあ普通のキャラだとしたらこのぐらいかな。どうしてもね、強いキャラ弱いキャラ分かれちゃうんで、はい、ミストシャドウはこれぐらいだった。ゾディアックになるとね、どんな感じになるかすごい楽しみだけども、まあアップデートはいつになることやら。はい、ではですね、他のキャラでもタイムアタックやってるから、それもね、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。